パパ、うん、何を私できるんだ。そう、うん、これ、よし、今ルイとルネがあっちに連れてってもらったので、今日はルイとルネが透明人間になっちゃったドッキリをして、どんな反応するか見ていきたいと思います。布団かぶせてパッてなったらいなくなった体でずっと過ごして、果たして泣いちゃうのか、もしくは透明人間になれてめっちゃ嬉しいのか、もしくはもう信じないか。よし、今から撮っていきます。今虫やさでーす。ルイとルネさ、あれもあれか、インカミシャラが見えちゃうかな。あ、こルイとルネ、ちょっとルイとルネにマジックしたいから来てくれる？パパ実はね、マジックができるの、うん、あ、これそう、ルイとルネを透明にするマジックができるの。ルイとルネがパパとママから見えなくなる。ルイとルネどこってなっちゃうけど、いい。でも我慢してるの？だからずっともうパパとママはルイとルネのことは見えなくなっちゃうけど、いい。やだ。ルネない、ルネない、ルネない。やりたい？うん、やる？じゃあちょっとここ真ん中座って、これ使っていい？これを使うとできるから。よし、ちょっと真ん中座って。あ、なんだよ、やりたい。そう。じゃあいい、これをかぶせて、ファッて取った瞬間、もうルイとルネ、もう見えなくなっちゃう。手を見えてる？だからもうどこにいるかわかんなくなる。動画とかもね、何も映らなくなっちゃう。ルイとルネもう いないから。じゃあ行くよ。うん。消していい？ルイとルネ。うん。行くよ。多分ね、2人はね、見えるよ。2人だけ見える。いくよ。じゃあ、いきます。待ってね。ちょっとおまじないかけるから。ルイとルネ消えろ。ルイとルネ消えろ。いくよ。ママ見てて。ルイとルネマジでいなくなるから、いくよ。せーの。え？え？待って。ルイとルネいなくなった、本当に。本当だ。ちょっと透明になった。え？待って、なんか声聞こえる。透明になったのが見える。声も聞こえないよ。あれ？聞こえなくなった。透明。うわ、え？なんか今触った。ここにいるよ。え、じゃあちょっと待って、写真撮って、写真。ちょっとパパの携帯で写真撮って。じゃあルイとルネ。ルイとルネ、この隣来て。ルイとルネ、隣来て。ルイとルネ、パパと一緒に写真撮るから隣座って。でもジョンしか写ってないよ今。はい、チーズ。見せて。え？すごっ。どれ？え、本当にいないじゃん。え、ルイとルネどこ？大丈夫？ルイとルネさ、うん、戻せないんだけど。あ？戻し方わかんない。なんでよ。ずっとルイとルネが会えなかったら嫌だ。でももうちょっとわかんない。消すだけしかわかんない。なんで消せない、ね、なんで。え、どうしよう。ルイとルネはずっと見えない。じゃあこれもやれるかな。ね、ルイのお人形見える。え、なんか待って、ぬいぐるみだけ浮いてんだけど。これ誰？ルネ？ルネがやってんの？ルイ。ルネがやってんのかな？ぬいぐるみだけ浮いてる。ルイだよ。え、ちょっと見して、さっきの写真も。本当だ。
え、すごいね。ルイが持ってきた。もうちょっとさ、ルイがさ、クッパとか持ってきてくれたらわかるけどね。あー、確かに。そしたらルイってわかるね。いた、ぬいぐるみ顔に飛んできたんだけど。でもどうしよう、ルイとルイはもう戻せないわ。これもう一回やったらできんのかな。え、でもすごいすごい、戻ってこない。ね、ルイとルネがさ、うん、コウクメだけどさ、ぬいぐるみだけ映ってる。本当だね。ね、すごい。本当だ、ぬいぐるみだけ映ってる。ルイとルネはいないけど、いないのに、ぬいぐるみのこのなんか足だけ。足？これ今この見てるこれか。なんか絵本なんか、あ、これ誰が持ってきたんだろう、絵本。あ、ルイだよ。誰が持ってきたんだ。聞こえないよ。ルイとルネの声も聞こえないし、うん、顔もわかんないから。どこにいるかわかんない。ねえ。なんか飛んできた。ねえ、なんか飛んでくるね。じゃあここら辺でいいのかな。痛いね、それやめてよ。すごい、でも。ルイとルネにもうずっと会えないのかな。わかった。ルイって書けばいいんだ。大きくなるまでもう会えないのかな。ずっと。なんか悲しくなってきたね。ルイとルネにずっと会えないんだ、これから。映ってる？絵本浮いてる。あ、なんか絵本がなんか飛んできた。え？あ、ルイって書いてある絵本に。ルイ。なんかついてるよ。ルイ。え、本当だ。それルネがやったんじゃない？もしかして。ルネこういうことするもん。ね。でももうルイとルネに会えないのか。なんかすっごいすっごい布団暴れてる。すっごい布団暴れてんだけど。また本が飛んできた。ルーネ、ルーネって書いてある。あ、じゃあルネが書いたの？じゃあこれルネが書いたの。なんでこの本そんな飛んでんだろう。やっぱルイとルネが持ってんのかな。やばい、絶対これ喧嘩してるっしょ。鉛筆がめっちゃ動いてる。鉛筆だけがめっちゃ動いてる。鉛筆すごい動いてる。鉛筆絶対喧嘩。じゃあいいか、このまま戻さなくて。透明のままでいっか。ルイとルネずっと見えなくていっか。そうだね。よし、じゃあもう、寝よっか。そうだ、うん、ルイとルネ、まあいいや、もう。ルイトルネいないしさ、うん、チョコレートとかさ、お菓子もさ、いっぱい食べちゃおうか。あ、そうだね。ルイト大好きな。いっぱい食べよう。まあ、私は食べる。ルイトルネいないからいっぱい食べれんね。なんかオレンジ飛んでってるよ。オレンジが飛んでる。絶対ルネ取ったでしょ、これ。ルネすぐ取るからな、オレンジとか。オレンジだけ。オレンジだけ飛んでってる。オレンジだけ、ちょっとオレンジ取らなきゃ、潰れちゃう。ちょっとオレンジ取らなきゃ。え、うわ、怖い怖い。オレンジだけ、あ、よかった。なんかティッシュ取らなきゃ。ティッシュ怖い怖い怖い。なんかソファーめっちゃ揺れてる。めっちゃ揺れてるソファ。なんか、うん、もしルイとルネが戻りたかったら、うん、手を3回、うん、パンパンパンと叩くと、うん、戻ってくるらしい。パンパンパンでもルイとルネが一緒にやんないと、うん、いけないんだって、うん、あ、そうなの。パン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 でやってくれる？もしルイとルネママとパパに聞いてほしかったら、ソファーの上で一緒に叩いて。ちょっとでもずれたらダメなんだ。ダメだね。いや、やっぱ戻りたくないんだ、ルイトルネ。もう戻りたくないんだ、ルイトルネ。なんか悲しいね。やっぱり透明嬉しいね。パパにも言える。じゃあママ、ルイトルネもいないし、明日
なんかディズニーランドとか行く？あ、ディズニーランド行こっか。ね、ルイとルネいないし。いいね、いいね。ルネも行きたい。だって見えないから一緒に行けないしね。ルイとルネ、え？どうやってやったの？パンパンパン。あ、やっぱママが言ってたの聞こえてたの？ママとパパの声聞こえてるんだ。ルイとルネさ、パパとママ見えてた？またパンパンパンってやったら透明になるかも。やってみて。パンパンパン。見える。それは？それでもね。パパがこれマジック教えてくれたおじさんは、うん、透明にするのは一回しかできないって言われたんだよね。だからもう一回やってみる、もしかしたらできないかもしれない。またパンパンしよう。いくよ、せーの。やっぱいるわ、もうできなくなっちゃった。透明になりたい、でももうできなくなっちゃった。ぶどう。え？ぶどう。でも楽しかった？透明人間。うん。明日透明になっていい？明日できるかな？明日やれるんだ。じゃあ明日またやってみる？もしかしたらできるかもね。でもさ、透明になったらパパとママのところ見えるよ。うん、どう？うん。あ、じゃあパパとママは見えないけど、ルイとルネはちょっと見える。見えてたんだ。そうそうそう、あ、パパとママは透明になってないか。あ、本当？そう、見えてたんだ。じゃあもう一回パパとママも透明にして。ルイって書いたんで、もうルイになったの。オレンジ取ったらもうルイ。あ、そうだったの。あ、ティッシュもルネ。ティッシュルネだったんだ。うん。どうだった、ルイとルネいなくて。ってことでオレンジを作って飲んで寝ます。どうだった、透明人間。楽しかった。本当？泣かなかった？一回も泣いてない、よかったね。はい、ということでルイとルネの透明人間マジックでした。意外とね、怖がらずに、なんかむしろなんかめっちゃ楽しんでて面白かったけど、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。え、本当に。